使うものはビーカーが2個、卵が2個、お酢、ラップを使います。このヤスリとかは、さっきの殻だけをその溶かすって言ったけど、このヤスリは何に使うんですか？1個はさっき言った通りぷよぷよを作るんですけど、もう1個は中身を出して別のものを作ります。まずは卵の中身を出していきます。まずこのヤスリを使って卵の殻を削ります。このぐらいになったら、そこの先でここを開けます。で、割り箸を使ってここの穴に入れていきます。入れたら中をかき混ぜていきます。に黄身を潰すってことですか？そうです。なるほど。もっと激しくって強く振って、そう、取れました。今回は綺麗に取り出したんですけど、取り出しにくい時はストローを帆に刺して空気を入れてから出すようにしてください。この卵はもう捨てちゃうんですか？それともこれは食べれるので、卵焼きにしてください。はい、卵焼きにします。これは水洗いします。卵を洗ってきました。綺麗に洗ってください。中身もしっかり洗わなきゃ。そう、中もしっかり洗ってください。じゃあ卵をつけていきます。このビーカーの大きさはその卵が入れば何でもいい？そうです、卵入ってお酢入れば何でも大丈夫です。じゃあ入れていきます。浮いてる時はこういうちょっとちっちゃいビーカーを使って沈めるんですけど、このビーカーの間に雑菌が入らないようにラップをしてもらってから、なるほど、押せばいいんですかね。こんな感じで沈むようにしてください。泡がたくさん出てる。この泡は何かな？この泡は二酸化炭素です。卵の殻の主成分は炭酸カルシウムで、それが酸によって溶け出して二酸化炭素を発生します。こっちは皮がだいぶ溶けて、上から見るとちょっと見えます。中が、殻が溶けて、見えるね。こっちは皮が溶けてボロボロになっている様子が見られます。じゃあ先にこっちの中身が入っている方から殻を洗っていきたいと思います。なんかすごいでかくない？うん、でかくなってる気がします。先瓶で水をかけて手でこすると、めっちゃ綺麗に取れます。めっちゃ綺麗。気に動いてる？あ、ほんまや、動いてる。柔らかい？うん、ぷよぷよ、なんかボール触ってる感覚。すげえ。殻がザラザラしてる。あとは流しで綺麗に洗いたいと思います。おお、すごい。おお、透けてるわ。白身が透き通って、で黄身だけが見えるわ。うん、おお、すごい。あれそう、強いってことだよね。ぷよぷよしてんね。こっちの方が元の卵より大きくなっていることがわかります。こっちの方がこっちの卵よりもなんでこんなに大きくなってるの？ぷよぷよになってるの？この卵の中に水が入って大きくなった。どうやって水が入ってくの？こっちの中に。この卵の中の方が、外の濃度より濃いから、それを薄めようとしてこっちに水が入ってこっちが大きくなった。中身を抜いたもう一つの方を洗っていきたいと思います。硬い？いや、柔らかい。結構強そう、なんかあんま破れにくそう。あとは流しで洗いたいと思います。
見ていて。殻、もう殻がなくなって膜だけの状態だね。意外に丈夫だね。うん、丈夫、うん。膜丈夫なんだね。うん、あんま破けなさそう、多少引っ張っても大丈夫。破けちゃう。ほら、膨らない。紙風船と同じだよね。あ、う、あ、ん。おすごい。消えました、消えたわ、消えたわ、マジシャンだからないやん、ない、消えました、卵ない、ね、うん、すごい、だんだん高くしてみる、ちょっともうちょっと高く、結構いけそう、まだ弾みそう、いけるで、いこう、おお、まだいける、いい、まだ、今どうせさっきどれくらいの高さ、え、さっきこのくらい、こんぐらい、こんぐらい、押さえと、次、次どんくらいいく、次どんくらいいく、いくで、大丈夫、いきます、ここだ、ここが、ここまで、ここまでということで、ここまで、はい、始まりました。